奈良崎智和は日本のスポーツクライマーチーム AU 所属。栃木県出身。スポーツクライミングスピード日本記録保持者。実定の奈良崎明治も同じくクライマー。栃木県宇都宮市出身。身長170センチメートル、体重60キログラム。栃木県立宇都宮北高等学校出身。体脂肪率は2から4%。海外では身体能力。 類ぐまれな跳躍力、俊敏性から忍者と異名で呼ばれる。また、他の選手が思いつかないような動きは、トモアスタイルと評される。スピード競技で、奈良崎トモアが生み出した、トモアスキップと呼ばれる技がある。スタート後二つ目のホールドをつかまずに飛ばし、タイムを短縮する技であり、世界の選手が取り入れている。幼稚園で、運動神経の良さから進められ機械体操を始める。 県大会で入賞するなどの成績を残し、当時は体操でオリンピックに出場することを目標にしていた。しかし突然体操の演技をすることに恐怖を感じ、施設の中に入ることすらできなくなり、10歳で体操を休止する。そんな時、兄が通っていたスポーツクライミングジムに遊びに行き、クライミングを始めた。2011年中学3年でジャパンカップに初出場。 この頃はまだクライミングジムに遊び感覚で通っていた。2014年高校3年でワールドカップに初出場。2015年高校卒業後18歳でプロクライマーになる。当時、大学に行かず高卒でプロになる選手はおらず、実家が病院だったため医学部へ進学することも考えたが、やるからには本気でとプロの道を選んだ。 父親からは2年で結果が出なければやめるように言われていた。それまではワールドカップなどではほとんど予選落ちだった奈良崎だが約束のプロ2年目の2016年にワールドカップ2勝、世界選手権優勝を果たし、世界ランキングは30位台から一気に1位になる。2016年8月より株式会社 KDDI とスポンサー契約、チーム AU に所属。 アイフスククライミング世界選手権で2016.2019年ボルダリング種目2019年複合種目で優勝2016.2019年アイフスククライミングワールドカップボルダリング種目で年間総合優勝を果たす2019アイフスククライミング世界選手権大会の複合種目で優勝したことにより2020年 東京オリンピックスポーツクライミング競技日本代表選手に内定した。2020年10月24日、スポーツクライミングスピードジャパンツアーにて、日本人初の5秒台となる5秒90をマークし、自身の日本記録を更新。2021年3月6日、スポーツクライミングスピードジャパンカップ決勝にて5秒72をマークし、自身の日本記録を更新。 2021年8月3日、2020年、東京オリンピックスポーツクライミング男子複合予選で、総合2位となり、決勝へ進出し、同年8月5日の決勝で4位に入賞した。ボルダリングリードボルダリング第15回ボルダリング、ジャパンカップ2020年2月8から9日、第2回スピードジャパンカップ2020年2月22日、ありがとうございます。